イドクアは、韓国ソウル出身の俳優。1940年代から1960年代に、かけて舞台及び映画で活躍した俳優イーチュンの、息子として、ソウルで生まれ育った。東国大学公演劇映画家在学中の1973年、第13期 TBC 公募タレントとして採用されて、芸能界に入った。 1976年に出演した、本当に本当に忘れないで、がヒとし、青春スターの仲間入りを果たした。1988年公開のラブストーリー、立ち青いのあなたでは、病に侵されて死んでいく妻を見守る原作者の詩人、とジョンファン役を演じた。1989年に、追憶の名前で、で、1991年には、 イム・クオンテク監督がメガホンを取り、東学党の欄を取り上げた作品、開白の主人公へ、ウォロ役で、1993年には、生きるんだの、朝鮮の厳しい身分制度の中でるチ地ンを抱えて、生きる処刑人、満足役で、合計3度、大金賞主演男優賞を受賞した。生きるんだは、モスクワ映画祭に出品されて、そこでも、主演男優賞を受賞している。 1970から80年代より、テレビドラマにも出演していたが、1986年に MBC で放送された、愛と野望で、本格的に進出。以後は、テレビドラマを中心に現代劇、歴史劇の双方で、バイプレイヤーとして活躍した。2001から2年 SBS で放送された、女人殿下では、権力闘争の末栄光と没落を味わったユボニン役を演じ、 2005年には、第五共和国で、全都館役を演じた。2006年には、ラジオスターで10年ぶりに映画に出演した、舞踏家のキム・ボークと結婚、数岡詰の父である、娘、イジヒョンは、女優やタレントとして活動中、出演作品を及び役名はに基づく、ありがとうございます。